いよこれ。これほどのイグジスを持つとは、排除対象と判断するしかない。あ、出してもらえると。ごめんなさいね、時間の問題。すいません。確認を開始。ファーストクロー、ディバイド。さあハイドバチスタ。まあバチハイドの中ではおそらく最も辛い組み合わせだが、まあ頑張ればいけなくもない。ダッシュ C。 すごいなんか硬派なゲームに見える。ああ 3C だったら投げはグラップ有利を取って壊し連打だったが押しすぎた。あ、動いたところに A 取り有利を取ってからもう1回。さあハメだ昇竜拳。さあサマグラを入れていたが、ここは C 様で割り込んでくる。ビーバーサイフィーグガーキャンを読めていれば確定だったが、シールドしっかり取ってる。バチスタの連携はねちょいちょい連打じゃないので、なんか適当にボタン仕込むと当たっちゃうんですよね。惜しい暴れが見えたが、流れはバチスタ。おっと、かくっていたがジャンキャンしてしまった。これは決まったでしょう。ミスった。投げは投げ、ワンチャン来たぞ。ハイドの火力なら何か起きるかもしれない。ゲージを吐いてアサルト、アサルト。ここは C 様。では続いて島崎さんお願いします。島崎さんじゃあお願いします。島崎さん時間やばいからって負けないで特別ルールで勝ってもなんか時間を見てささっといなくなるの可能ってことでなるほど。2C を置いてくる。カウンター 2C 長い。あんなに長いんですね、素晴らしい。なんかオーラ出てるんですね。ヘイってなんか 5C の2段目が自爆当たりみたいになってエリアルできないとかたまにありそうですけど、ね、先生踏まれてるのか。多分島崎さんが一人で読み合いして出しちゃった感じする。シードリからダメージ稼いで帽子破れ。あーきついきつい。ハメが終わらない。さあ殿下の音 CS CM の上手い。しっかり動いたところに獣を刺して、おっと繋がらないけど西で下段連れてるが繋がらなかった。あとワンパンだがこれは時間切れ。いやうまい。そうですね、あの獣を出すと空中で止まったりするので、まあ、対空とかずらしになるんで。さあ強引にターンを取りに行った。 2C で
動いたところをしっかり刺していく。さあ誘っている。ミエグラはアーチ君が噛みついて、また釣れちゃった。弾が漏れていた。足りるか、足りない。潜めで攻める攻める。金投げ、カウンターになっていた。うまい使い方ですね。さすがです。勝ったのは島崎ケース。さあ流星メルカは、そうですね、島崎さんと流星さんの対戦は大体大体東西戦でいつも当たってますね、この2人は。さあエメラルドスプラッシュカラーの流星メルカは、これは関西でよく見るカラーが強い。リュウソ投げ、開幕でしたね、すいませんね。アーサルト、シールド割ってちょっと流れがないぞ。ミスったが、とりあえず確定にはならなかった。うまい落とし方、怪獣大決戦みたいになってる。ロークシー置いて、あれサポートキャラだから、まあ、ゲージがないので暴れ潰し。島崎圭康ドヤ顔でワンラウンド取っていく。はい、三重暴れが通って、投げしっかり8ヒット。ここは爆睡。おっとなんか物珍しい感じになっちゃったけど、 VO コンにはならなかったが、そう、あの砲爆ね、発生5フレームなんで多分その辺を考えて出したのでしょう。インフィットアース、ここは確定。ゲージもしっかり回収している。さあ 3C 上を見ている。裏回ってもちゃんと出てくれる。立ち回り、下手に獣出すと消されちゃうぞ。確定してる、うまい。逆に投げたのはメルカバー、 CS 取ったのもメルカバーが、ゲージがないので切り返せない。危ない危ない。ロクシーはタマ無敵、ハラキャン聞いちゃうか。いい読み合いでしたね。しっかり差し返したんですが、合わせると着地に合わせた。暴れている。一気にダメージを取って確定しなかったが、 CSR がターンを持っているのはメルカバー。はい、ユリフレーム5秒置き。なかなか画面端から出してもらえない。投げが通る。 CS 剣はメルカバか。 FL はうまくカウンターは取れず、グラップ。さあダッシュビの発生が早い。7フレーム、いつの間にか体力も越されている。危ない危ない。ここを使って、あーっと当たる。あそこでねえや。さあ時間も苦しいが、かくらなかった、落とせない。勝ったのは流星メルカバー。辛いのかな。島崎さんお疲れ様です。いってらっしゃい。
じゃあ続いてはイスミさんお願いします。イスミさん、ジリリした、いい試合でしたね。エビツジ、はい、エビツジって何、あれまだ出てませんでしたっけ、申し訳ない、次次次、ユースだからありがとうございます、ごめんごめん、いやいや全然全然ではないけど。さあ島崎さんはエミツンに会いに行くということでお疲れ様でした。さあ続きましてイスミンさん対流星メルカバ、さあゴエゴエで固めて暴れつぶしのオーダー、一入れ替え後をミスってしまった、これは三振。フォーバック指導、これは結構痛いぞ。ここはしっかり読んでいる。差し返しにはならなかったが位置を入れ替えて中断、だが位置が入れ替わる、やはり三振が早い、これはしっかり、中断、見えないか、ハハハハ、4秒置いてた、あばれつぶし、西シグラップ、ここは 3B、 アシンコンボができなくてまたも 4B を置いている、アサウトバレバレか、スラストシース、投げが通ってリバサ捕獲、ジャンエはしっかり立ちが、メルカバね速い技はないんですけど、まあ、CS の後で上手っていう選択肢があるんでなかなか手を出しにくいんですよね、フレーム的に勝っていてもしっかりガードしている、もう一回上手、割り込んでくる、流星メルカバが2連勝、案外硬いですね、依存もいてさんお願いします、申し訳ない、ちょっと見落としてました、メルカバ同キャラ、合ってますよ、今13人目で15人目です、からコンボしているのが流星さん、はい画面端だわ、お、なんか赤いぞ、おお、楽しい、私 2B が当たっちゃう、今作ね、メルカバの足元の判定が空中にいるとき下に伸びたんで、ああいうこともあるのかな、にしてもちょっと悲劇ですね、虫押し設置、中段が通っていた、ここはゲージがないんで固まるしかない、ホバクが出てきたけど、サムシを置いてかくっている、セカンドクローズ、リバイド、意外とこっちからなんか嘘相打ち、気
ようにかわしていく。うがったら危ない、着地なんで割れるところだったけど、うがつうがつでうがつ確定は取れず、ちょっと足首立っている。ただ CS 権がないので、うっそ後ろジャンプ JC からの JC 半角依存もじめるか、ば焦っているか、暴れて当たっちゃう、漏れてしまったが2勝利、これは三振。よく見る光景だが、あの三振強いですね。ああ大体の技に勝てますからね。さぎっている、勝ったのは流星メルカバ。いや安定感ありますね。さあ結構人数差も近づいてきたところで、続きは誰ですか。そうですね、響野さんいきますか。響野さん、じゃあお願いします。そしてちょっと僕はおトイレに行ってきます。はい、行ってらっしゃい。